はい、こんにちは。今日は、クラポルパ来てます、富士スピードウェイですね。やばい、クーレーポルシェだらけです。すみません。すごい。ここで大丈夫ですか？旗より中にいれば大丈夫。ちょっと、いろいろ見ていきたいと思います。大丈夫です。大丈夫、についていただいて、抽選会にご参加いただければと思います。こちらのステージになりますように、全てありますので、ぜひ皆様、ステージの前まで。去年は230台ぐらい集まったらしいですね。930、かっこいいな。うちのお客さんの車はまだちょっと、ね、わかんないですね。する人意外と多いですね。目に毒すぎてやばいっすね、この会場は。いやー、しかしすごい。アクションエリアなのかな。はい、じゃあ、この4つからいきましょうか。はい、では、やらせていただきます。はい、じゃあもう1名行かせていただきます。はい、なりました。260番、小林様いらっしゃいますでしょうか。142番、竹石様。僕の大好きなカルガは、ね、意外と少ないですね。コンバーチブルの方がいいですね。カルガはあんまりいないですね。これはこれはロリポップシートついてますね。ロリポップ珍しい。色もいいな。928エリアですね。はい、ジャーマンマッスル、こちらですね。かっこいいね。356、いい雰囲気。257、色がいいなぁ。お、これはロリポップシートっすね。お、しかも2脚。ロリポップを今後うちで作るかもしれないんで。かっこいい。やばいです。はい。おめでとうございます。はい。ありがとうございます。RSR。
体操何もね。はい、じゃあ決まります。146番佐々木様、146番佐々木様いらっしゃいますか。いらっしゃいますでしょうか。146番。クラシックポルシェっていう雑誌の主催のイベントで今年で4回目 ?3 回目ぐらいですね。で僕今回来たの初めてなんですけど、10本入りの箱をご検索。ああでもね、綺麗ないい車たくさんいますよ、はい、最高ですね。37番柳様、来年はなんかいただきますので、出店できるみたいなブース出してもいいかもしれないですね。そんなわけで、ではまた。